1563年11月28日誕生。1565年、足利義輝暗殺。父、細川藤孝は織田信長につく。初陣は、最下の戦い。1577年、四季三条の戦。1578年、明智様と結婚。明智光秀の与力となる。与力とは、米、織田株式会社の明智支店に配置されるという意味。1575年頃、丹波平定戦、大活躍をする。心底、信長に惚れていた。しかし、1582年、本能寺の変が起きる。停発する。そして妻、明智玉臣殿に幽閉。1582年、静ヶ岳の戦。1584年、小牧、長久手の戦。いずれの戦いも大活躍をし、樹脂の下を賜る。1595年、秀次事件で謀反の容疑をかけられ、失脚しそうになる。秀吉亡き後、文治派、武断派に分かれ、彼は武断派に属す。1600年、関ヶ原の戦で東軍につく。上杉を討伐するため、陸奥へ出陣。石田三成は、大阪の東軍の大名の奥方を人質に、玉は自害。彼はひどく落ち込み。玉と一緒に自害しなかったので、嫡男、細川忠孝を拝着。三男、細川忠俊に継がせる。エピソード、刀剣の日ごこしらえを創作。妻を大事にしすぎて、庭師が玉の顔を見ただけで打ち首にされる。利休七哲の一人である、1646年帰らぬ人となりました。彼は誰？